遅刻ですよ、古出さん。北条さんはどうしました？リカちゃん、シャトコはちょっと遅れるかもしれないのです。そうですか。それ美味しそう。何が失敗したの？リカちゃん、サトコのやつ昼には来るつもりだったのか？リカちゃんが話したくないなら待つしかないよ。言うほどのことでもないのかもしれないし。おいミオン、何か知ってるんじゃないのか？なんで？朝から様子がおかしかっただろう。昨日の夜、町内会の人から嫌な噂聞いちゃって。噂？サトコにはおじがいるんだけど。それってサトコに暴力を振るってたってやつか？あ、うん、ケイちゃん知ってたんだ。その里子の叔父、北条鉄平が雛見沢に戻ってきたらしいの。おお。あ、里子。うん、なんですの、圭一さん。心配したんだぞ。こんな時間まで何やってたんだ。心配性ですわね。里子ちゃん、大丈夫？ごめん、遊ばせですわ。ちょっとおじさまにお使いを頼まれただけでしたよ。お使いって学校があるのに。そんなことよりお弁当にいたしましょう。私お腹が空いてますので。さとこ。